ニコン ZFC ズーム VS 単焦点レンズ。 ZFC のキットズームレンズは安価で高性能なのですが、単焦点レンズをつけるとどんなメリットがあるのか調べてみました。静止画撮影モードで AFC の速さを調べました。16-50mm 絞り解放 F6、 マイクロ 50mmF3、 AFC だと明るい単焦点レンズの圧勝です。16-50mm 絞り解放 F6、マイクロ 50mm F3.3、 撮れた写真は F 値以上の違いはなく、どちらも綺麗でした。動画撮影モードで AF の速さを調べました。 16-50mm F6、マイクロ 50mm F6.3、 動画で絞りがほぼ同じだと差はあまりありませんでした。庭に咲いている花を実際に撮って比べてみます。フォーカスの大きな変化がないので、あまり違いはありませんでした。デフォルトだと 16-50mm が暖色系、マイクロ 50mm が寒色系の発色です。動画だとほとんど違いはありません。静止画だと絞りを選べる明るい単焦点の方が断然有利です。 DX 用の単焦点レンズがあると便利ですね。